ペットを飼ったものの、思っていたよりも世話が面倒だったという理由で、すぐにペットを手放す飼い主は未だ多くいます。そんな捨てられてしまったペットは、心に大きな傷を負うことになってしまうのが現実なのです。アメリカ・テキサス州で犬の世話が面倒になった一家が、近くの保護施設に一匹の犬を捨てました。すべてを奪われた犬に残されたのは、たった一つの大きな熊のぬいぐるみのみでした。犬はそのぬいぐるみに身を寄せながら、慣れない施設での恐怖を何とかしのごうとしていました。ある日のこと、テキサス州に住むある一家が保護施設に一匹の犬を持ち込みました。ブルーレーシーという犬種で、ベラと名付けられたその犬はまだ1歳でした。その一家は気まぐれで犬を飼ったものの、マイクロチップの埋め込みや卵巣摘出手術、日々の散歩などが面倒に感じたのでしょう。たった数ヶ月で放棄されることになったのです。ブルーレーシーはもともとテキサス州で生まれた優秀な牧牛犬で、頭がよく万能な能力を備えているいわば職業犬です。本来の犬の能力を十分に発揮する機会もないまま捨てられたベラは、家も愛情も失って心に深い傷を負い、収容スペースの都合上、いつか安楽死を強いられるかもしれない犬たちが過ごす騒々しい施設で恐怖に怯えていました。唯一の救いは、飼い主がベラと共に置いていかれた大きな熊のぬいぐるみが一緒だったことでした。ベラは部屋の隅でテディベアを抱きかかえるようにしてうずくまり、施設スタッフの誰にも懐こうとはしませんでした。その頃、ニューヨークを拠点に犬の救済活動に尽力している動物福祉支持者のジェニファー・ジェサップさんは、フロリダ州に住む兄のジムさんから、ブルーレーシーを飼いたいので施設を当たってみてくれないかという依頼を受けました。ジェニファーさんは早速テキサス州ダラスで活動する動物救済団体に連絡し、同州の保護施設にベラがいるのを見つけました。テキサス州に住む友人にベラを施設から出すように頼んだジェニファーさん。安楽死させられるまでの時間を思うと、猶予がないことも知っていました。友人はベラをテディベアと共に施設から寄宿舎へと移動させ、獣医による治療や書類の手続きなど全てを済ませました。その後、フロリダ州に行くまでの間、ベラは一時的に仮里親のもとへ預けられることになったのです。施設から出て仮里親のもとに預けられても、ベラの心には恐怖しかなく、仮里親にもなかなか心を開くことはなかったようです。ベラは体を小さく丸め、いつも熊のぬいぐるみのそばに寄り添っていたといいます。やがてベラはフロリダ州へと移動しました。ベラを見るなり気に入ったジムさんは、旅で疲れ切ったベラの心をほぐそうと1日かけてそばにいてあげ、ベラが慣れるように懸命に尽くしました。しかし、臆病なベラはジムさんの家でも部屋の隅に座り、ジムさんがおやつのビスケットを口元に差し出しても食べようとはしません。不安と恐怖でいっぱいだったベラの様子に心が痛みます。ゆっくりと焦らず、ベラの心の殻を破ってあげたいと思ったジムさん。ビスケットを床に置いてあげると、ようやくベラは食べ始めたそうです。ベラにとってこの1年はまさに天国と地獄を経験したようなものでした。深く傷ついた心が癒えるには時間がかかります。ジムさんのもとで少しずつ心を癒して幸せな毎日を過ごしてほしいですね。ペットを飼うにあたっては、飼い主がきちんと責任を持つことがいかに大切かということをベラの様子から感じ取れます。命あるペットを飼うということは簡単なことではありません。だからこそ、ペットを迎え入れる前に責任持って世話することができるのか、幸せにすることができるのか、考えてから飼うという決断をしてほしいですね。また、
アメリカ・ノースカロライナ州で、鎖につながれて外に放置されていた片耳の犬が保護され、その後地元の動物保護施設に運ばれました。犬の名前はブルーノ、1歳のオス犬です。ブルーノは鎖でつながれたまま外に放置された状態だったことから、他の犬に攻撃されたことで片耳を失っていました。動物保護施設に預け入れられたブルーノは、少しでも慰めになるようにと施設スタッフから犬のぬいぐるみをプレゼントされました。するとブルーノはそのぬいぐるみをとても気に入り、ずっと一緒にいるようになりました。虐待や飼育放棄という劣悪な環境から救い出されたブルーノですが、とても心の強い子でした。施設スタッフが思っていたよりもはるかに早く回復していきました。ところがある日、ブルーノが片時も離さない犬のぬいぐるみを目にしたスタッフは驚きを隠せませんでした。その理由は、両方あったぬいぐるみの耳が片方だけちぎれていて、まさにブルーノと同じ片耳の状態になっていたのです。自分で噛みちぎっただろうと推測される犬のぬいぐるみと、常に一緒に行動を共にするブルーノ、その姿はまるで自分の大切なおもちゃを自分と同じ姿にすることで、仲間としての絆を深めているようにも見えたといいます。ブルーノにとって片耳であることは特別なことですが、とても前向きに捉えているようで、親友も特別な存在になってほしかったのかもしれません。ブルーノは自分に何の問題もないことを知っているのでしょう。今ではそれを証明する親友のぬいぐるみがいつもそばにいてくれるのです、とスタッフは話しています。ブルーノと片耳の親友について、施設スタッフが Facebook でシェアすると、多くの人たちの注目を集めました。そしてしばらくすると、誰もが待ち望んでいた朗報がもたらされました。ついにブルーノに永遠の家が見つかったのです。施設のアカウントでは、新しい飼い主となった男性とブルーノ、そしてブルーノの親友のぬいぐるみの写真がシェアされました。こうしてブルーノに新しいお父さんができました。もちろんブルーノの大切なぬいぐるみも一緒です。ブルーノのお父さんは、ありのままのブルーノを愛し、一生無条件の愛情を示すと約束してくれました。しかしスタッフによると、ブルーノは外で長い間過ごすことを強いられていたことから、フィラリア症を患っているそうです。永遠の家が決まった後も、施設側は今後数ヶ月にわたってブルーノの完全な治療コースを提供していく予定だそうです。フィラリア症は予防や治療が可能な病気です。これからも治療を続けていくブルーノ、一日も早く元気になって幸せに暮らしていってほしいですね。素敵な飼い主さんに出会えて本当に良かったです。このように無責任な飼い主がいることで、心に傷を負ってしまう犬がいることは本当に残念なことです。でもその心の傷を癒すことができるのも、人間であることは間違いないようです。縁があり出会った尊い命を大切にしてあげたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。